今年もやります、夏展望号。これを見れば夏大会が100倍楽しめること間違いなし。春大会のベストナインや夏の注目プレイヤー100人をチャージ取材陣が独自に選出。春大会全試合結果や試合レポート、チームレポートも、さらに吹奏楽部などの記事も掲載。東京版2023夏展望号、購入は月刊高校野球チャージで検索。夏の高校野球東西東京大会組み合わせ抽選会、生放送でお届けしております。さあ、現在、青山学院高等部 PS 高等では抽選会の準備が進んでおります。もう少し抽選会始まるまで時間あるみたいですので、ここで東東京ボード変わりました。東東京の概要を見ていきましょう。東東京大会は今年140校129チームが参加します。大会期間は神宮球場で行われる7月8日の開会式で始まり、30日に同じく神宮球場で決勝戦が行われます。そして今大会東東京のシード校は8校になりました。まずもう場所が決まっています。第1シード帝京、こちらです。はい、もう入ってますね。そして第2シードが、はい、こちら一番左下、貫一ですね、入っております。貫一です。そして第3シード反対右下の、はい、東京成徳大高校。はい、そして、これ以降は、後ほどの抽選で決まるんですが、第4シードに共栄学園、大森学園、修徳、日体大荏原、堀越と、いうことになっております。まあ、こちらは東東京の、強豪チームが顔を並べているかなといった感じですけども、やはり意外なノーシードもいますよね。そうですね、ここも西東京と同じで、まあ一番このシード校の皆さんが恐れているのは二松学舎大付属校が、はい、付属校がどこに入るか、それからあとは日大豊山ですね、はい、日大豊山も力がありますし、あとは都立でいう小山大、あとは東海大高輪大だったり東亜学園、岩倉、この辺りがどこに入ってくるかっていうところはありますね。ですね。まずはこの毎年恒例のだから抽選会の、盛り上がりポイントは、このノーシード同士の戦いですからね。そうですね、そのシード校のね、はい、どこのエリアに入ってくるかっていうところですね。はい、はい、ではですね、こちら東東京の学校の注目校もぜひご紹介お願いします。はい、ですね、やっぱり第一シード帝京高校は、注目ですね。はい、優勝すれば2011年、はいはい、12年ぶりの、東東京制覇の期待が今年はすごく高いなっていう、あとまあ関東大会に出て、すごく自信をつけた選手たちがいると思いますし、高橋君という右の素晴らしいピッチャーと、安藤投手という左の、右左のバランスの良さだったりとか、あとはやっぱり第一シードをしっかり取ってきてるっていうところがすごくポイントだなって思いますね。はい、それはどうしてですか？東東京のこの第一シードのポイントって、春優勝してるからこのポジションなんですけど、はい、時間球場が一定で神宮球場でできるっていうメリット、選手たち の, そのコンディションがいい状態でキープしながら、進められる有利なポジションでもあると思うんですね。なので、頂点を狙うチームは、マークはされるんですけど、ここのポジションを取るっていうところも、やっぱり春、意地でも勝たなきゃいけないっていう、多分帝京高校 の, その強いこだわりがにじみ出た結果なんじゃないかなと思ってます。日程決まるのはこれからだと思うんですけども、でも基本的にこれまでの大会見ていくと、第一シードは、神宮球場でその日の第一試合で試合ができるということで、同じ時間帯に試合ができると、そうですね、この後勝ち進んでも多分同じ時間帯でできるんじゃないかなと思ってます、コンディション調整しやすいというところですね。はい、さあ帝京、全国にまた帝京の日本を見せることはできるのか。はい、はい、そして、もう一個、はい、東京成徳大高校を挙げていただいてますね。そうですね、ここの東京成徳大高校、はいはい、ちょっと取材にも行ってきたんですけれども、このね、数年で力をつけてきた学校で、10年前とかだと多分このところがね、名前っていうところもあったと思うんですけど、そのすごく力を今入れてる、学校です。東京の選手だけじゃなくてですね、鹿児島で奄美から来ている選手3選手がすごく力を持っていてですね、この子たちが体も大きくて、それでチーム力を上げているようなところですね。はい、ありがとうございます。さあ、それでは抽選会の時間近づいてまいりました。高校野球東西東京大会の組み合わせ抽選会、生放送でお届けしています。